どうも、アリスキテラです。今回もセブンナイツ2やっていきたいと思います。セナ2の方やっていきたいと思います。で、今回は、ちょっと要望もあったんで、チャレンジダンジョンの方行きたいと思います。で、チャレンジダンジョン一応200ぐらい、201かな。うん。行けたんですけど、159で、がクリアできないという方がいたんで、そこをやっていきたいと思います。で、多分159はここまでだったと思うんで、防御力上昇までですかね、多分、おそらく。うん。で、下の方は、何も解放してない感じにしてあります。うん。で、まあ、使った編成とかですよね、やっぱり。で、使った編成はこちらですね。リザドリアということで、制圧技要因が必要になるんで、レイチェルさん編成、伝説のレイチェルさん編成します。で、アタッカー枠に、神話レイチェルを使いました。で、そうですね、カール・ヘロンとかコゼット、射手型の、まあ、アイリーンさんと相性のいい射手型のアタッカーとかでもいいと思うんですけど、やっぱレイチェルさん、神話レイチェルさん、すごい強いんで、削りが早いですね。うん、なんで、神話レイチェルさん持たれてる方は、使ってもらうといいと思いますけど、ただなんか、チャレンジスコアが大きくなると、コゼットとか結構使われてますね、海外プレイヤーさんは。うん。なんで、まあ、神話レイチェルだともしかしたら耐えられないっていうのがあるのかもしれないです。じゃあ、159ですね、行ってみたいと思います。で、私もちょっとクリアできない可能性ありますね。何回かやったんで、159も200も、正直大して変わらないですね。変わらないというか、タッチ回りがうまくいくかどうかなんで、まあ、あんまり変わらないですね、正直。じゃあ、とりあえず、じゃあ行ってみたいと思います。やることは4人レードの、シングルの5段階のリザドリアと同じですね。ただ、問題は、4人キャラを操作しないといけないっていうのが結構大変ですよね、リザドリアは。リザドリアのレードはマルチの方が楽ですね。じゃあ、ペットしまーす。で、レイチェルさんだけちょっと落ちやすいんで、レイチェルさんだけ避けるような感じでいきたいと思います。あっと、神話レイチェルが落ちそうになったな。危ねえな。です。じゃあ、これでそろそろ卵が湧くんで、卵が湧いたらすぐ処理。で、毒のエリアに入らないように気をつけながら。やばそうだったらペット撃ちたいと思う。あっと落とされましたね。リトライします。復活ができない設定にしてあるんで。あ、神話レイチェル落ちたな。珍しいな。結構神話レイチェルさん耐久力高いんで、シールドと回復持ってるんで、なかなか落ちないんですけど、落ちましたね。この全キャラ操作しないといけないっていうのが結構大変ですよね。うん。盾役のアイリーンが裏に回ってほしいんだよな。で、そろそろ湧くんで卵を狙います。で、レイチェルだけ気をつけて、強化振り打ち、多分なんとか耐えてくれるはず。フィーネが入ってるのはまずいな。あ、で、息吹が来たら遠くに逃げて、もう一発来るんで、それが終わったら戻る。ペット撃ちますね、ここ。やられそうなんで、ちょっと。レイチェルさんだけとにかく落とされないように。制圧撃つまで生存してれば、なんとか、これフィーネが、大丈夫か。あと、神話レイチェルやばいか、これ。大丈夫か。アイリーン、フィーネが入ってる。あーっと、これ毒のところ入っちゃった、これ。あー、削れてきましたね。じゃあ、これで制圧撃って、あ、ボタンが効いてなかった、今。大丈夫？制圧できたか？危なかったっすね、今。あ、息吹が来たけども、クリアかな、これ。OK。というわけで、こんな感じですね。まあ、安定は全然してないですね。何回かやってクリアできてるんで。ちょっともう一回クリア目指していきましょうかね。なんかバグってたね、今。もう一回行きましょうか。
マルチの方がやりやすいんですよね、リザドリアは。一人ずつ操作できるんで、それが非常にやりやすい。フィーネはこの辺に置いといて、あーっとやばい、あーペットじゃないや、卵狙って、ちょっとこれ入ってるな、毒のところに。フィーネさんも入ってる。ペット撃ちますね、ここ。強化振り打ち。毒のエリアに入らないように気をつけながら。あ、フィーネさんに来たんで、遠くまで逃げる。で、2回来るんで、かわして、レイチェルさん入ってないか。フィーネ大丈夫。あ、これ入りそうだな、これ誰か。誰かしら入るな、これ。強化振り打ち来てる。レイチェルは大丈夫。なんだ、あっと、フィーネさんが入っちゃってる、これ。ペット、あ、ペットじゃねえ。制圧撃って、もう。これも大丈夫かな。うん、というわけで、こんな感じですね。ま、とにかく、まず、卵が湧いたら、卵を速攻で倒す。で、なんだっけ、永遠のなんとかでしたっけ。フィーネさんに飛んでくるんですよね、毒の領域を作るやつが。で、それが来たらフィーネさんを遠くに逃がす。あとは毒の沼みたいなところに、味方キャラが、入ってない、入らないように、移動するという感じですね。で、レイチェルさんがどうしても、なんか伝説のレイチェルさんが落ちやすいんで、レイチェルさんに注意しながら行くといいと思います。で、神話アイリンとフィーネに関しては、アイリンさんの方がダメージ免疫、5秒間のダメージ免疫も入るんで、で、攻撃型に関しては入らないんですけど、スキル2の方で、ダメージを半減するようなスキル、アイリンさん使えるんで、こちらですね。こちらの方が味方全員に10秒間、解除不可能な受けるダメージ減少、51.5% 減少するということで、受けるダメージを軽減できますね、スキル2の方は。これは全キャラに及びます。で、スキル1の方はダメージ免疫、5秒間のダメージ免疫なんですけど、攻撃型以外ですねに有効なんで、アイリンさんとフィーネさんに対してはこの5秒間のダメージ免疫が得られるということで、まあ、アイリンさん入れるとまあ耐久力は上がりますね。なんで、まあ4人レイドとかでも結構アイリンさんは使えますね。で、あと、毒免疫のイアンの話もしときますけど、イアンは、まあ、マルチレードやってると、まあ、ほとんど使ってないと思うんですけど、で、まあ、理由が、フィーネさんが、アクティブスキルで、まず、どれだったかな？あ、これか。うん。勇気の祈りの方で、自分自身に関しては自分にネガティブバフ解除効果を与えますということで、自分自身が毒を食らっても、まあ、解除できますね。で、そして究極技の方で、攻撃型射手型の味方にネガティブバフ解除効果を与えますということで、まあ、攻撃型で今レイチェルさん 2体使ったんですけど、2体とも、まあ、毒になったとしても究極をフィーネさんが打つとネガティブバフ解除できるということになってます。で、アイリンさんだけが唯一、毒を解除できないんですけど、まあ、アイリンさん自身が、耐久力あるんで、問題ないですね。なんでマルチレードとかでも、イアンなしで結構いけると思います。うん。まあ、いってると思います、皆さんも。うん。というわけで、よかったら、こんな感じで、まあ、立ち回りだけだと思いますね。うん。159ぐらいだったら、そうですね。まあ、4人レードの、リザドリア5段階をクリアできてる方であれば、頑張れば、いけると思うんで、頑張ってみてください。うん。で、あと、こっから上は、まあ、どうですかね。私、どこで行ったかな。うん。すべての免疫減少。ここは多分上げましたね。で、通常ダメージも多分上げましたね。うん。
で、あとはちょっとやばそうなんですよね。やばそうだったんで、おそらくこの究極技ゲージ減少と回復を上げていったような気がします。ダメージメイキも1個ぐらい上げたかな。3秒間ですもんね。うん、まあ多分こんな感じの設定でいったと思いますね。201の方は、うん、というわけで、頑張ってやってみてください。立ち回り頑張ればいけると思いますんで、というわけで、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。